では初めの話題です。米沢市内の企業による合同企業説明会が今日米沢工業高校で開かれ、生徒たちは地元企業について理解を深めました。合同企業説明会は地元の企業を知ることで進路実現に向けてより具体的な考えを持ってもらおうと、仮称米沢産業高校の開校に向けた地域コンソーシアム事業の一環として開かれたものです。米高での開催は初めてで、1年生170人を対象に開かれ、製造業や建設業など米沢市内から29の事業所が参加しました。説明会を前に就職に関わる公共事業の受託を行っているキャリアバンク山形オフィスの竹島洋平さんが講話を行い、日本には1万以上の業種と1万7000以上もの職種がある。その中から自分に合った仕事を選ぶには自分の個性や自分がどう思っているかを知ることが大事とアドバイスを送りました。このあと生徒たちは自分の興味のある事業所のブースを3カ所回り、会社の理念や仕事内容などの説明を受けました。中には現在企業で働いている米高の卒業生の活躍ぶりが紹介されたり、直接先輩からなぜその会社に入ったのかや仕事のやりがいなどを聞く場面も見られ、生徒たちは自分の進路をイメージしながら熱心に耳を傾けていました。今まであまり気にしたことがなかったんですけど、今回いろんな企業を聞けてたくさんのことを知れていいなと思ってます。未来の仕事とかそこら辺の、進路を考えるきっかけになりました。進学希望なんですけど、就職してる人の話を聞いて、どんな職に就きたいか改めて考えたいと思いました。交通安全教室で子どもたちに交通事故の恐ろしさを伝えてきたダミー人形の供養祭が昨日高畑町の阿久津八幡神社で行われました。この供養祭は交通安全教室などで交通事故の恐ろしさを身をもって伝えてきたダミー人形に感謝しようと、南陽市と高畑町の交通安全対策協議会などが毎年行っています。この日は11人が出席し神事が行われました。今回供養されたのは南陽高畑の幼児施設で開かれた交通安全教室で使用された人形とぬいぐるみ合わせて4体です。祝詞が読み上げられた後、南陽地区交通安全協会の古関和豊会長など4人が玉串を捧げ、ダミー人形の働きに感謝するとともに交通事故の撲滅を祈願していました。供養されたダミー人形は来年も活用される予定で、子どもたちの交通事故防止に役立てられるということです。続いては特集です。今日は米沢五中の3年生が学年行事として行った竹明かり作りの話題です。コロナ禍で学校行事に保護者が参加することが制限されてきましたが、今回は親子仲良く竹明かりを作る微笑ましい姿が見られました。先月29日、米沢五中の体育館には3年生64人と保護者48人が集まりました。これから PTA の3学年親子行事として竹明かり作りが行われます。ボランティア団体夢プロジェクトの相田隆之さんを講師に、工作室と理科室に分かれて作業が行われました。現在3年生のこの学年はコロナ禍による感染防止や自粛の影響を大きく受けてきました。2020年3月末、県内初の新型コロナウイルス感染者が米沢市内で確認されたこともあって、
この学年は入学式が1ヶ月遅れ5月でした。その後も学校行事や授業参観も中止が相次ぎ、体育祭も保護者はフェンスの外から声を出さないで子どもの活躍を見守るだけと、生徒だけでなく保護者にとっても辛い3年間でした。最後の学年行事となった今回は、生徒と保護者が一緒になって参加する初めての行事となりました。生徒が竹に貼った模様に合わせてドリルで穴を開けると、お父さんお母さんは竹を手で固定しながら子どもの作業を温かく見守っている様子でした。ちょっと大きい穴を開けるときに難しかったんですけど、いい作品ができたと思います。頑張って作ってたみたいなので良かったです。自分にしてよくできたと思います。綺麗にできたと思ってます。体育館では3年間の中学校生活を写した写真や動画が上映され、竹あかりを作り終えた生徒や保護者が懐かしい思い出に見入っていました。最後に体育館の床に貼られた印の場所に、生徒と保護者で作り上げた竹あかりを一つ一つ置いていきました。そして電気が消されると、電気を消してください。コロナ禍で満足な学校行事ができなかった3年生ですが、最後にお父さんお母さんと一緒に素晴らしい思い出を作り上げました。ね、やっぱり1年生2年生の頃は行事が少なくて、やっぱりこう子どもたちがどんな学校生活を送っているのかがいまいち見えないようなところもあったんですけども、3年生になって学校の先生たちの工夫もありまして、いろんな行事に参加させていただけるようになって、生徒たちの成長が、子どもの成長が見れて大変喜んでいるところです。そうですね、昔は当たり前だったそういう学年行事とか子どもと一緒に行う行事というのが久しぶりにできて大変嬉しく思っています。意外と思ったよりできるようになって育ってるんだなというのを実感したところです。普段親に見られながら作業するというか、学年行事とかそういう行事を行うことが少ないので、やっぱ嬉しいですね。自分でも工夫したデザインもできたし、みんな素敵な竹あかりが作れてて、もうできた時は感動しました。やっぱり飾るぐらいしかできないですけど、やっぱ見て思い出してやっぱり懐かしんだり、そういうことに使いたいなと思います。この日作った竹あかりは中学校時代の大切な思い出の品として生徒たちの心に刻まれたようです。では次です。米沢市市民福祉大会がおととい伝国の森で開かれ、福祉活動に貢献した個人や団体への表彰が行われました。大会には関係者およそ200人が出席し、はじめに米沢市社会福祉協議会の大滝英二会長が、協議会のこれまでの活動を継続し、いつまでも安心して自立した生活が送れるよう、福祉のまちづくりを目指していきますと挨拶しました。続いて表彰が行われました。今年度表彰を受けたのは、積極的にボランティア活動を行った社会福祉事業協力者・奉仕者として、米沢女子短期大学ボランティアサークルポプラ、地域福祉・在宅福祉功労者として高森俊明さんなど3個人と、上新田交友会など4団体、社会福祉施設で長年にわたり職務に精励した
社会福祉施設等従事者として武田健一さんなど4人、また自らの障害を克服し他の模範となった島津博子さんで、出席した表彰者に大滝会長から表彰状が手渡されました。また社会福祉事業に多額の寄付をしたとしてハイメカ株式会社に感謝状が贈られました。そして受賞者を代表して米沢女子短期大学ボランティアサークルポプラの高橋明子さんが、より良い社会づくりのためにさまざまな活動に取り組んできましたが、これからも情報発信に力を入れて多くの人たちと関われる機会を増やしていきたいと挨拶しました。今年度のエイジレスライフ社会参加活動賞を受賞した南陽市郡山の郡山若松会の代表がおととい市役所を訪れ、白岩市長に受賞の喜びを報告しました。エイジレスライフとは、年齢にとらわれず自らの責任と能力において自由に生き生きとした生活を送ることです。国民の参考にしてもらおうと、内閣府が毎年実践している高齢者や老人グループを全国から選定し公表しています。今年度はエイジレスライフの実践者に全国で55人、グループは40団体が選ばれましたが、山形県からは唯一南陽市の老人クラブ郡山若松会が選ばれました。この日は郡山若松会の山村清会長など3人が市役所を訪れ、白岩市長に受賞の喜びを報告しました。郡山若松会では全国の老人クラブとの交流を盛んに行っていて、特にコロナ禍となってからは大阪府交野市の老人クラブとリモートで交流したり、老人福祉施設の利用者とリモートで結び歌声喫茶を実施するなど、オンラインを使って工夫しながら福祉活動を続けていることが評価されました。山村会長は今後はリモートではなく施設に出向いて歌い、利用者に楽しんでもらいたいと抱負を話すと、白岩市長はぜひこれからも頑張ってくださいと激励していました。米沢市万世町で今朝熊1頭が目撃されました。今日午前5時30分ごろ、米沢市万世町牛森で70歳代の男性が畑内を西から東に移動する体長およそ1メートルの熊1頭を目撃しました。現場は万世小学校から西におよそ400メートルのところにある畑で、米沢警察署では市役所に連絡するとともにパトカーを出動させ注意を呼びかけています。人的・物的被害は確認されていません。また南陽市川問でも今朝熊1頭が目撃されました。今日午前7時45分ごろ、南陽市川問で50歳代の女性が市道を車で走行中、道路を西から東に横断する体長およそ1メートルの熊1頭を目撃しました。熊は茂みに入っていったということです。現場は中川児童館から南におよそ50メートルの地点で、南陽警察署では市役所に連絡するとともにパトカーを出動させ注意を呼びかけています。人的・物的被害は確認されていません。